何この選択肢マジで。誤解を解く友達でいてほしい。いやでも友達でいてほしいってさ、別に告白されたわけでもないのにさ、なんかあれじゃない？なんかちょっと勘違い女みたいになるくない？ 誤解解こうか。で、話は終わりか？うん、分かってくれる？めんどくせえ。俺には難しすぎて分かんねえな。ま、お前のことだ。悪気はなんだろうけどな。うん、気をつける。まあ、俺より、あいつにあんまり誤解させんな。じゃあよ。こういちいいやつ。いや、友達でいいよって言った方がよかったかもしれん、これは。よかった、誤解は解けたみたい。何も解けてねえよ。おい、トシコ。お前。クソ悪い女やん。こんな悪い子やったん、トシコ。あ、藤山くんだ。嵐か。いや、嵐はもういいや、なんか。一人で帰ろうぜ。まあ、いいか、一人で帰ろうっと。相沢先生。一日でいろんな人に会いすぎじゃない？よう、来るか。どこに？ ちょっと待って、どこに？すごい、バーなんて初めて。いや、入ったらあかんから、高校生。いいの？入って。いらっしゃいませ。マスターかっけえな。マスター、きついのを2つ。片方未成年や。私、お酒は？はい。じゃあ、混じりっ気なしのきついやつ。100%のオレンジジュースでいいですか、お嬢さん。ノリいいな。はい。かしこまりました。喋り方に癖があるマスター。それにしても、連れがいること自体が珍しいってのに、それが制服を着た女の子とはね。犯罪やん、普通に。トシコ、ちょっと危ないかもしれへん、このおじさん。うるさい。開店前の時間を少しだけ貸してくれってのは、なるほど、かわいいお連れさんのためか。よくもまあペラペラと。バーテンは客の秘密を守るもんだろ。いらっしゃいませ。すいません、まだ開店前。うわ、ちょっと待って、氷室先生、終わったこれ。 なんでだよ、きっつえ。 ひむろっち、ちょっと待って。バーに来てることバレたらまずいんやない、これ。いいのこれ。なんだ、レイチじゃないか。知り合いなの？お嬢さん、下に隠れな。めんどくさいのが来いた。や、そりゃそうでしょ。 めちゃくちゃ怒られるよ、こんなの。はい。マスだ。まさかとは思うが、高校生に酒を飲ませたりしてないだろうな。どうしよさあ、客の年なんか知らないし、最近は大人びた子供が多いからな。そこの作家先生だって実はまだ高校生なのかもしれない。う。ん？客がいたのか。これは失礼。いえ。てか、相沢、浜学 OB だったら氷室先生のこと知ってんじゃないの？マスだ。その心配はない。相沢君は羽ばたき学園の卒業生だ。間違いなく成人だ。そりゃそうだ。氷室先生、ご無沙汰しています。そうか。相沢先生は幅学の卒業生だったんだよね。相沢君、活躍しているようだな。しかし、職業柄なのかもしれないが、この時間からの飲酒は控えた方がいい。ちょっと待って、氷室先生、今来といてそんなこと言う？氷 室っちも今から酒飲もうとしてるんちゃうん？はい、気をつけます。なんだ、作家先生は礼一の教え子だったのか。相沢君、あまりその男に毒されないようにな。わかりました、注意します。おい、人を何だと思ってる。ま、とにかく未成年者に酒なんて出してないよ。
ここに高校生が入っていったと聞いて一応確かめに来ただけだ。後でまた顔を出す。あ、そういうこと。ちょっと待って、周りの近隣住民マジか、治安いい。ここにいる全員がレイチとは浅からぬ仲ってことか。しかし氷室先生は変わらないな。驚いたよ。氷室先生の変な伝説って知ってますか？ああ、教会の地下で作られたアンドロイドって話だろ。ずっと若々しいから。はい、教会の地下は工場で、出来の悪い生徒もアンドロイドにされるんですよね。トシコ大丈夫かそれ。氷室先生の方は何とも言えないが、生徒の話は嘘だな。俺は生身のままだ。アイザワッチ出来悪かったの？あの教会いろいろな伝説がありますよね。私はやっぱり恋人を待ち続けるお姫様の伝説だろ。はい、憧れちゃいます。興味を惹かれるってことは自分に必要な何かがあるってことだ。そういうものには乗っかってみる方がいい。はい。教会の伝説か。君は氷室先生を見て自分まで幅学生に戻った気になってる。何言ってんだこいつ。そろそろ時間だ。また学校の話でも聞かせてくれ。はい。マスター無理言って悪かった。今日のは貸しにしとくよ。ごちそうさまでした。なんかいいな。大人な会話やな。さようならお嬢さん。大人になったらまたおいで。いやいいな、なんか大人の世界やったの。何これ。ちょっと待って、なんか一人増えてる。なんか一人増えてない。ちょっと待って、この変なコマンドやってみるしかないやろ。ちょっとこれやってみようぜ。え、何このコマンド。相沢先生はまた来てくれって言ってたけど、やっぱり緊張するな。来たな。はい、よかったですか。今日はアンドロイドにつけられてないだろうな。氷室礼一。はい、大丈夫です。俺は3種類のコーヒーを知ってる。自分で入れるコーヒー、自分以外の人が入れてくれるコーヒー。え、あと一つは何なの？それ以外何かあるの？それとこの君が入れてくれたコーヒーだ。俺は3番目のが気に入った。言い回しがおしゃれ。他の人が入れてくれたコーヒーの中にとしこが入れたコーヒーを入れないことでね、強調するね。素晴らしい。本当ですか？私コーヒーを入れるくらいならいつでもやります。そうか。俺は執筆の時にはコーヒーが欠かせないたちなんだ。執筆？お仕事？ああ、3作目の初恋の時、発売が決まった。本当ですか？また相沢先生の本読めるんですね。ああ、これから忙しくなる。相沢先生のお仕事が進むように美味しいコーヒーを入れて喜んでもらうんだ。なんていい子。トシコいい子。ちょっと相沢先生の家入り浸ってみる。ちょっと待って、なんもステータス上がらへんねんけど、相沢先生の。相沢先生コマンド、ちょっと待って、マジで何も上がらへん。そんなことある。お、あ、藤山くんだ。いやもう藤山くんはいいよ、一人で帰るよ。まあいいか、一人で帰ろっと。お、バンビ。カレン。お昼でしょう。ミオも呼んで中庭行かない？え、行く行く。うん、いいよ。じゃあカレンくん。うわ、この声は天の橋理事長。初めて会ったな。あのクリスマスの時しか聞かん声やけど、だいぶダンディ。池おじ。いや、ちょっといいかな。はい。実はたった今、パリの花椿、いや五郎先生から電話があったんだ。え、
おじさまからですか？それが偉い剣幕なんだ。とにかく帰国するからってね。そうですか。私は思うんだが、奴の送りつけてきた、ほら、例の大人ブルームですね。あの話続いてたの？ああ、それだ。ひょっとすると、私があれを着ないことに業を煮やして。着てくれてないんですか？着ないだろう、常識人なら。そんなにひどいの？着ましょうよ。そんなことよりもだ。何か他に奴が怒り狂う心当たりはないだろうか。さあ。そうか。じゃあやっぱり。あの、五郎先生ってそんなに怖い人なんですか？そうだね。いろんな意味で。ね。うちの一族じゃ、おじさまの言いつけは絶対なんだから。五郎先生って一体？とにかく当分一人にならないようにして、あと戸締まりにも気をつけた方がいいですよ。めちゃくちゃ怖い。何、夜道でなんかバンとかに、こう車のねバンとかに押し込まれて大人ブルーム起訴されるんかな。まさかそんな非常識な。常識イコール非常識なのがおじさまですから。危な。うん、確かに。わかった、気をつけよう。いつもすまないね、カレン君。なんでそんな危ない成人男性を世の中に放ってんねん。五郎先生って怖い人なんだね。え、嘘嘘、今のは冗談。そうなの？だってさ、困らせると可愛くない？理事長って。こんな友達が欲しいよ、俺は。こんな友達が欲しかった。悪いな、カレン。いやー、カレンさんいいよな。めちゃくちゃいい性格してる。あ、そういえばもう少しでコウ君の誕生日だ。プレゼントどうしよう。え、買いに行こうぜ、コウ一。うん、急いで買いに行かなきゃ。プレゼント何がいいかな。コウ一だっていい友達やからな。ガチブラックのソフビ人形。これは違うでしょ。ヴィンテージのミニカー。ヴィンテージのマネークリップ。あ、どっちがいいんや。ミニカーとかの方が好きなんかな。え、あ、せやか、これだけ明らかに高い。これにしよう。これでプレゼントは OK。 コウ君どんな顔するかな。ふふふふ。あ、コウ君今日も物憂げな表情がかっこいいですね。2位。はい、これ誕生日プレゼント。俺に？うん、コウ君にだよ。なんで？なんでって、コウ君のお誕生日のお祝いだから。おい、わかった。サンキュー。何を期待してたのさ、コウ君。開けてみて。お？どうかな。なるほどな。う、ダメだった。上出来だ。本当？ああ、俺のコレクション棚に追加だ。めちゃくちゃ喜んでくれてるやん。やった、すごく喜んでもらえたみたい。お、今週はバッチリ頑張ったよね。最近輝いてる、お前恋してるの？シャイニングスターとしこはそりゃ恋してるよ、リュカ君。やったね。なんでわかんないのかな。お、相沢先生お仕事頑張ってるよね。私のコーヒー楽しみにしてくれてたら嬉しいな。来たな。はい、お邪魔ですか？ああ、今いいところだ。だから、おとなしく待ってるんだぞ。邪魔なところストレートに邪魔って言うんだ。はい、コーヒーの準備して待ってます。わっ、どうしよう、お仕事の邪魔になっちゃう。私が出ちゃっていいのかな。山並書房の佐藤です。あ、あの、ちょっと待ってください。ん？あなたは？びっくりした、この間の出版社の人だ。私だって気づいたかな。相沢先生聞こえてないかな。書斎を覗いてみよう。
相沢先生電話が。うわ、真剣な眼差し。ボノボ。ボノボ。人間以外で性行為を楽しむ動物。娯楽で性行為を楽しむ動物、ボノボ。てか、コーヒーのマグカップおしゃれだな。すごい、相沢先生のあんな目見たことない、怖いくらい。確かにめちゃくちゃ鋭い眼差し。ダメだ、今は絶対邪魔しちゃダメ。電話は後でかけ直すって伝えよう。確かになこれちょっと立ち入れんよな。コーヒー冷めちゃった、なんかちょっと眠くなってきちゃったな。おい、こんなところで。寝てるのか。仕方ない。いや。意外と重いんだな。おいおい、何言ってんだ。ちょっと待て。レベイに向かって何言ってんだ。相沢先生の声？安心した。本当の天使じゃないみたいだ。何言ってんのさ。あれ、私浮いてる？本当ステージじゃないみたいだ。何をおっしゃる、うさぎさん。おいおい、そろそろ起きないとまずいぞ。私、あ、まさか私居眠り、すみません。あまりにも気持ちよさそうだったから、そのままソファーまで運んでやったんだ。すみません。そんなことより、もう暗くなるぞ。あ、もうこんな時間、私帰ります。相沢先生の声聞こえたな。あれは夢だったのかな。あ、電話のこと伝えるの忘れちゃった。私何してるんだろう。いや、それ結構まずいんじゃない。伝えな伝えな、まずくないか、それは。お、最近調子がいいみたい。確か、ちょっと。あ、ルカ君、何？奥さんにしたいナンバーワン、お前だ。あ、噂話なんだけどね。なんでだよ。いや、ルカの奥さんにしたいナンバーワンに選ばれたい、どうもトシコでございます。噂だけで済んでればいい。迷惑な奴がいたら言って、ぶん殴る。え、これって人付き合いとかうまくいってるから。そうなの？奥さんにしたくなるの？人付き合いうまくいったら。トシコ、みっけ。あ、ルカ君。お前、今度の休み空いてる？うん、空いてるよ。ほら、フリマあるだろ？行こう。あ、行く行く行く、行こう。じゃあ、どこで待ち合わせしよっか。公園入り口かな？だな。うん、楽しみだね。じゃあ、俺はそのパイ。なんか照れるね。そんじゃ。ルカ君からデートに誘われちゃった。日曜日が楽しみなのね。楽しみだね。いや、楽しみ。遅くなっちゃった。ルカ君は、あ、また先に来てくれてる。悪いやつがいるから。なんかあった？うん、そうじゃないけど。じゃあ、もうちょっとこっち。ん？おとなしく待ってたご褒美。もう完璧。神様、ありがとう。え？飾りすぎず、地味すぎず、それでいて女の子らしさ全開スタイル、まさに天使。何回聞いたかわからん。よかった、すごく喜んでくれたみたい。それ流行ってんの？ヘアクセのこと？うん、最近流行だよ。そうか。でも他の子より、あ、ちょっと待て、完全似合って。待てよ、他の子って誰よ。なあ、トシコ、こいつ他の女とも遊びに行ってるぞ。トシコ、どう思う？え？あ、私も他の男と遊びに行ってるから何も言わない。あ、そうだな、ちょっと黙っとこう。やった、ルカ君に褒められちゃった。なんかカオスだ。どこに何があんの？まあ、フリマだからね。とりあえずこっちから回ってみよう。ほら、こっちこっち。どうした？守るよ、いつでも。ありがとう。
ぐるっと一回りしたけどさ。いやー、どう？じゃあ一緒に探して。なあ、たくましい主婦になるって言われたことは。なんというか奥さんにしたいナンバーワンらしいですから。いい感じだよね。いい感じ。どうした？お前専用。はい、どうぞ。ありがとうございます。もっとずっと一緒にいたいのにな。また誘うから。嬉しい。もう離さないでこの手。また出かけよう、二人で。トシコ、もう少しだけいいだろう。もちろん大丈夫だよ。うん。じゃあ行こう。今日は脱ぎ出さないでくださいね。ほら、手をつなぐんだ。え、なにこれ。ルカが近い。なあ、覚えてる？この間俺に聞いたこと。聞いたこと？そう、この間さ、恋愛ってどう思うか聞いたでしょ。うん、聞いた。俺あれからずっと考えてた。どうして人は誰かを好きになるんだろう。どうして心は静かなままでいられないんだろうって。静かなままで。俺さ、キラキラしてみんなが持ってるもの、そういうの見ても羨ましくないって思った。俺は平気だと思ってた。でもきっとそれは、それはそう思わないと悲しいから。ルカ君、ずっと忘れたままでよかった。でももう無理だ、お前とまた巡り合ったから。どういうことね、私と。ごめん、わかんないな、こんな話。えへ、嘘嘘。教えてよ、もう少しでいいから教えてよ、ルカ君、その先を。ねえルカ君、ルカ君、さっきのことなんだけど。ダメ、さっきのなし、忘れて。うん、うん。だぜ俺。そんじゃまたね。そんなことないよルカ君。ルカ、なんだ今の悲しそうな顔。ルカよ、お前おしゃべりしたら帰りが遅くなっちゃった。早く帰ろう。あれ、教会の敷地にどうしたの？誰かいるみたい。あれはコウ君？どうしたのコウ君？おいコウ君、コウ君、何してるのコウ君。そんな翼はためかしてどうしたのこんなところで。あ、俺は別に。いや、だってなんか持ってるじゃん、ジョウロ。それジョウロだよね。ああ、これな。これは別にたまたまだ。嘘だろ、たまたまジョウロ持つことねえだろ。絶対花に水やってただろ。そう、花壇の手入れとか。いや、だからたまたまだって言ってんだ。隠すことないって。なんだよ、俺が肩に水やっちゃいけねえのか。そんなことないけど、ちょっと意外かも。ああ、それよりもう遅いぞ、帰るんだろ。いや帰るけど。いや、かっこいいなコウ君。うん。ねえコウ君、いつにも増して無口だね。そんなことねえだろ。そうかな。なあ、あの教会、ガキの頃三人で時々忍び込んだの覚えてるか？いやー、もちろん覚えてます。うん、なんとなくだけど。どうして？夢にまで見るくらい覚えてる。なんとなく。ああ、え？いや、聞いただけだ、忘れろ。え、もしかしてさ、
妖精の鍵みたいな花あったやん。あれを、あれに毎日水あげてんの、コウくん。コウくんも、もしかしてトシコと会いたくて、毎日教会の花壇に花に水あげて、あの、妖精の鍵育ててたってこと、ちょっと、コウくん、おい、コウくん。コウくん笑ってる？送ってくれてありがとう。ああ。じゃ。俺は時々思い出す。我ながらめめしいけどな。コウ君？何言ってんだ俺。やっぱり忘れろ。じゃあよ。コウ君。あ、ミオから電話だ。なんで？なんで？何？バンビ。ミオどうしたの？まだ取り返しがつく。大将間違えないで。何の話？え？何のこと？バンビを取り囲む星々の中に傷を負った星がある。まだ傷は小さいけれど。星？傷？聞いて、バンビ。男の子の心は女の子以上に傷つきやすいの。そんなことないだろ。最初は小さな爆弾でも。人によるだろそれは。バンビが一人の男の子と仲良くすると他の男の子が傷つく。これが保存の法則。変なもの保存さすな。そんな私どうすれば。落ち着いて聞いて。星の導き通りに。まずは傷ついている男の子が誰かを知ること。どうしてもわからなかったら私に聞いて。爆弾マークが点灯しているブロークンハートが誰か占ってあげる。ありがとう。爆弾の正体がわかったら早急に対処して。一番いいのは電話すること。なるほど。あのね、バンビ、気になる男の子と仲良くなりたいのなら、その人ともっと一緒に過ごすのが一番。デートとか下校のことかな。だからといって他の人を無視するような言動はダメ。傷口はすぐに拡大する。いや、してないんだけどな。愛の爆弾スパイラル。何言ってんだ。じゃあどうすれば。ごめんね、バンビ、今教えられるのはここまで。とにかく道に迷ったら占ってあげる。あとは星の導きのままに。傷ついてる人がいる。一体誰だろう。うざ。なんだそいつ。自分の機嫌自分で取れよ。今週はバッチリ。バンビと一緒だと私も調子がいいんだ。バッチリって感じ。嬉しい。やったね。嬉しいけど。あ、藤山くん、お前か、嵐。なんで怒ってんだよ、お前。嘘。あら、くそー、嵐。いやー、まあかけたくはないけど、嵐に電話するか、じゃあ。もしもし。あ、藤山くん、2位だけど。ん？おう。なんだ？なんだじゃねえよ。マジでなんだじゃねえよ、本当に。いやー、めんどくせえ。どうしよう。なんか断ってくれないかな。じゃあ、嵐、別に行きたくなさそうな。あ、博物館とか行こう。6月12日に博物館に行かない？なんで来んだよ。いいけど。来るなよ。行きたくないだろ、博物館なんて。わかった。じゃあ。やった、早く。いや、無理しなくていいって、トシコ。もうマジで。お、今日は体育祭。よし、頑張るぞ。なんか珍しいね、体育祭。さてと、何の競技に参加しようかな。いやー、参加するっしょ。
そんなもちろんいつも通り二人三脚。パートナー同士ルカ君が来るって。また逃げた。もう相手決まってんのかな。ん？トシコ。あ、ルカ君。小さい声で。ん？パートナー決まった？うん、まだ。セーフ。行こう。え？ってことは他の女の子からの誘い断ってトシコと二人三脚するためにこっちに来てくれたってこと？好き。よーし、じゃあ今年も1位取っちゃおっかな。位置についてよーい。はい、右右左左右右左左右右左左右左左左左右右左左右左左右左左右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 一等賞。やった、息ぴったりだったね。愛し合ってるからね。この間まであんなこと言ってたのに、この間の帰りの言葉は何だったのか。ん？はあ、久しぶり本気で走った。えらい、ルカ君、えらい。やったね、一等賞、二人の勝利。次は借り物競争だ、準備しなきゃ。位置についてよーい。え、こんなんあったっけ。そういえば借り物競争とかあった。借り物は親友。よし、ちょっと待って待って待って、これカレンも連れて行かない、角立つで。大丈夫？いや、まあミオちゃんも親友やけど、ミオ一緒に来て。あ、ビリか。ごめん、でも急に引っ張られても私。うん、私こそごめん、意外な借り物だったからちょっと焦っちゃって。意外？何？うん、これ。はぁ、親友って書いてるでしょ。ちょっとそりゃうっとくるよな。ミオ、ありがとう。かわいい。ミオちゃんを落とせるギャルゲー作ってください。ん？私バンビと友達になれて本当に良かった。かわいい。こんなに心があったかくなる幸せって初めて。どうしたのミオ。いや、もうプライスレスな笑顔です。バンビ大好き。ぐー、胸にダメージが。最後はフォークダンス、そろそろ始まるみたい。切り替え早いな、おい。次は、あ、ルカ君だ。はあ、やっと回ってきた。お待たせしました。おとなしく待ってたご褒美に2回踊っていい？そんな制度ないんよな。次は、あ、コウ君だ。おお、やっとか。そんな待ち遠しくしとったの？お待たせ。お前んとこに来るまできついのなんの。ほら、手出せ。強引だな。次はニーナ君。ニーナも踊ってくれんの？どうも、よろしく。チャラ。今年の体育祭はこれで終了。さて、家に帰ろう。うわ、忘れてた、爆弾処理。マインスイーパーしなあかんの忘れてたわ。本日もご視聴ありがとうございました。この動画面白かったよっていう方はですね、ぜひ右下の方からチャンネル登録よろしくお願いいたします。左下の方からね、他の動画もありますので、よかったらどうぞ。でね、もっともっと気に入ったよっていう方はですね、ぜひ友達や知り合いに布教してみてください。すいません、友達いらっしゃらなかったですよね。申し訳ないです。